また取った、アサロビッチ、アサロビッチ、スルーパス、イハラがよくコースを読んだ、アサロビッチ上がってくる、シケルがいる、シケル、シケル、シュート、先制ゴールはクロアチア、シケルが決めました。後半日本押しながらクロアチアのカウンターにやられました。1対0、クロアチアが1点リード、後半の32分です。いや、まだまだ下向いてないでね、これすぐ行かないとダメですよね。